はい、今回のスタート地点はですね、東武農協前という信号からでした。今日はですね、12月の10日、時刻はね、10時15分。ご覧の通りですね、よか天気ですよ。よか天気なんだけど、あれほら、ちょうど今からね、桜島が見えてきますけど、桜島の灰がね、左側にこう来てるんですよ。見えるでしょ、あの白いのは、まあ蒸気、あれは蒸気なんですけど、そのほら、左、あれから左側に少し薄くグレーの、雲がこうたなびいてるでしょ。あれね、桜島の灰。ほんで、自分の家のですね、まあこの車ですにもね、もううっすらと、もううっすらとですね、灰がね、こう積もってはないんだけど、くっついてましたっていう感じ。どげん言えばいいのっけ。まあ、とにかくもう粒々が見えるぐらいのあれでですね、密度は、あれだったんですけど、なんだっけ、いや、なんだっけっていうのは、大体においてですね、この、秋口、もう12月のもう、あれですもんね、10日なんだけど、右の方にたなびくのがですね、ある桜島の灰っていうか、桜島上空のあれがですよ、大体大隅方面に雨があれが行くんですよ。何なんですかね。なんか日本のこう、日本じゃない、世界中で異常気象がっていうけど、案外こういうのもそうなんだろうか。季節風とかさ、ああいう、なんかもこう、黒潮家、あれなんかのこう、蛇行とかですよ。ああいうのも、なんとかかんとかっていうじゃない、なんとかかんとかで済ましてしまいますけど。そういうのもあるんですかね。いや、これはわからないけど、わからないけど関係あるかもしれませんよ。第一、ほら、台風の進路っていうんですか、昔はフィリピン沖でこう台風が発生したら、それがあのずっと季節風っていうか、その流れに乗って、日本方向に来てたわけでしょう。で、それが、今はあっちの、フィリピンからもういきなりこう大陸の方にブーッと行ったりしますからね、かもしれないですよ。まあ未来の気象学者が案外喜ぶかも。こういう、見た感じはすごくのどかな感じするんですよ。なんだけども、この、季節風っていうんですかね、の変化、あるいはその変化が始まった頃のあれなのかも。あ、ちょっと待って、あれを一緒に、これをするの忘れてた。なんかなのかもしれませんよ。いやいやね、鹿児島の人に聞いてみてください。大隅の人に、特に大隅出身の人だったらですね、冬となるとですね、桜島の後輩だったんです。だから丸っぽ反対側に行ってるわけですよ。へえ、いやね、これもね、おまかせテレビをですね、始めてからのですね、いい意味の副作用。いや、風向きとかですね、それからその、なんて言えば、建物の消滅、それから建物の出現。そして今、ここを見てください。ここの上を見るとですよ、で、右の手の、信号、赤信号、あれからこうずっとこう電線がこう垂れ下がってるからこう渡ってるでしょ。それとその上に見えるけ、1本か2本ね、電線がこう道路を渡ってるんですよ。で、これもですね、もうしばらくするとですね、これがね、もっとね、密度が高くなります。この道を横切る。で、そのね、電線にはですね、
今のなんか、見えてきました。肉眼では見えるんですけどもね、黄色と黒の、よく工事中のところにあれする、あれが皮膜がかぶってるんです。わかります？こっから始まる、この辺から始まってるでしょ、ずーっと皮膜ですね。でね、もうちょっと向こうに行くと、この辺がちょっと空いてますよね、皮膜、あれがね、電線がね。そしてこっから、この信号からですね、これはね、臼杵っていう交差点名が、信号があります。こっからほら、ずーっと。だから「お任せテレビ」をする頃はこういうのは見てないんですよね、上の方なんて。で、どっから始まってるっていうやつなんかも木に留めたこともないし、まあ木も使わなかったんですけどね。ほんでこれがですね、この辺り、この辺りまで続いてて、でこっから先はですね、もうね、電線がほらほとんどあれなんですよ、ないんですよ。上の方にですね、あれですよ、副作用、副作用、いい意味の副作用。ですから皆さんもっていうか、自分たち、気づかないんですよね。自分ちのその、通勤通学の時にこう、通ってる、あとはこの道路の上の方に電線があるかないかとかですね。それでですね、あれですよ、今日はですね、姶良の方に行きます。姶良の方に行きますからね。そして行くんだけど、やっぱ20分ぐらいで、どういう場所でもですね、今までは、20分ぐらいっていう、それにした意味ですが、それはですね、私も、他の人なんかのドライブ動画とかよく見るんですよ。で、特に、欠かさず見てるのが、薩摩の少年ジジイって言ってですね、コンビで、しげちゃん&リュウさんコンビでですね、やってる動画があるんですけど、それもう最初から最後までずっと見ますけどもね、大体20分以内なんですよ、17、8分。それでもですね、見たなーっていう感じになるわけですよ。まあ内容が濃いからですからね。私の場合はほら、大体こういうドライブ中に、私がこの何ですかね、皆さんが退屈するであろうという、その時間を自分のあれで、ここ左行こうかな、いや少しでもですね、曲がりたいというか、直線はねあんまりね好きじゃないんですよ、いつも言うみたいですね。それでさっき言ったのは薩摩の少年じじいさんたちののを見た時に、それを見た後に自分の編集をするわけです。編集をしたりするわけ。編集の時もはですね、こう今喋ってるでしょ。で、これをの中で何か重大な間違いをしてないか、喋りですね。それを確認するためにこう聞くんですけど、まあ中身のないこと、安物の最中ですよ、本当に。それでですね、ここ左行きますね。それでやっぱり中身の濃ゆい、あれで、動画で17、8分なんだから、中身の薄いんだったら10分ぐらいでいいかな。
と思うんですけど、鹿児島の場合ですね、ほとんどがほら、ノロノロ運転。いや、私は知りませんでしたよ。大体これぐらいの、ペースっていうのが全国的な、まあ全国的だっていうことも考えないぐらい、信号待ちの時間とですね、信号を待つ回数、それと何でもない、ところでこう渋滞したりするわけですよ。で、そのね、そういう時間に、あれですか？信号待ち。ここなんかですね、大体メインのところは1分ぐらいでこう、1分以内で、あれするんですけども、サブ、要するにこの道路から1つ外れたところからこっちに出てくるとかですよ。そういう時はですね、2分ぐらい待ちます。2分半ぐらい待ったりするんですよ。そうするとですね、下手するとですね、15分の動画の中で、信号待ちがですね、もう半分っていうことがあったりするわけです。そしたら、ドライブになりませんがね。ねえ。ほいで、あれです。やっぱり、距離で、こっからここぐらいまで走らないかんねっていうのを、自分でですね、決めるもんですからね。そうすると、ついつい、例えば、こっからそうですね、交通局、昔の交通局ですね。今のあれです、シェラトンホテルが今建ってるとこ、あそこまでこう走ろうかなと思ってる時に、この辺りで2、ここ辺りはあんまりないけど、2回ぐらい信号待ちする時があるんですよ。このいわゆる幹線道路ですね。それにしても、そうするとですね、もうシェラトンホテルに着く前にもう20分ぐらいなってるんだけど、いや、やっぱあそこまで走らないかんっていう、あれはないですよ。絶対ここまでってあれじゃないけど。まあこう、まあいいか、あっちまで走ろうというところで、その合間を埋める、こういう会話ですよ。これをずっとしてるとですね、25分、極端なところはね、30分ぐらいになるわけですよ。で、さっき言ったみたいに、今ね、見たらね、さっき、ピッて押すのがあれだったけど、今でですね、だいたい9分。だから実際は11分ぐらいかな。ほんで、距離、あら、走行数は、あ、走行距離も測るようにしましょうかね。いや、じゃあデータをね、せんね、走行距離で行こうかなと思ったりですね。そしたらほら、いや、やっぱりね、喋りがね、すいません。また例によってごちゃごちゃになりましたけど。要するにですね、20分ぐらいでですね、シェラトンホテルまで行こうと思ったけど、ここで20分に仮になったとしたら、もうこの辺りで、それじゃですね、この動画、これでお開きになりますっていう具合で、20分刻みでバーって行こうかと思ってですよ。で、今日はほら、アイラの方に行きますから、まあ、ここの市街地を抜けると、そんなに信号待ちないと思いますからね。そういうことです。たったこのことを言うのにですね、こんだけ時間かかりましたがよ。それとですね、今日はほらもう12月の10日でしょう。あれですよ。もういくつ寝るとですよ。で、今ですね、この時期だからっちゅうわけじゃないけど、まあちょっと私にとっては中途半端なあれなんですけども、時期なんですけども。というのが、これを始めたのはですね、去年おととしの3月ですから、そこにこう行くまであと、4ヶ月ぐらいあるわけですよ。そしたら2周年っていうやつなんですけども、まあ皆さんのコメント、それからいろんなアイディアをいただいたおかげですね、なんか最近こう、なんか急速に、新しいことにチャレンジしたりですね、
これまでやってきたことが見直そうと思わなくても、なんか頭の中でですね、勝手にこう、なんかこう、箇条書きみたいなのがパーってできるんですよ。真ん中に線を引いて、左側がこれまでのこと、右がこれからのこと。で、やっぱり左側にこれまでまずかった部分と良かった部分。で、右の方に、これから、自分がやりたいこと、できること、順番とかですね。それがですね、どういうんだろう、敏感におかしい人とあんま付き合ったことないからあれなんだけども、なんか多分頭のいい人はこんな風にして、予定とかですよ、書かれるんじゃないんだろうかっていうようなやつがですね、できてきたんですよ。だからそれはね、皆さんからのね、コメントがですね、どうする、さっき言ったでしょう、アイデアとかいただいたのでですね、自然と私の中の頭が、私がするんじゃなくて、皆さん、ちょっと待ってね、皆さんがですね、してくださったんじゃないかなと思う。いやいや、私には自覚はないですよ。もし自分がそういうふうに、したんだったら、私はこういうことを口にしませんからね。そんな恥ずかしいですね。あれなんだけども。それはね、皆さんのおかげだと思うから、こう口にするんだけど。いや、面白いですよ。今までないですもん、私の回路の中に。それとですね、今、思ったけど、いや、あれしてるんですよ。もう左、見えませんね。補聴器を。で、補聴器をずっとこうしてるんですけども。たらね、自分の声がですね、なんで補聴器をしてるかって、普通のほら、耳が遠くなったっていう部分の他にですね、耳管開放症っていうですね、いわゆる難病らしいんですよ。耳が詰まるでしょう。飛行機に乗った時とかですよ。それから高いところに行った時とか、それから水泳で水中に潜った後とか、耳がツーンってしますが、ほとんどあれなんですよ。ほとんどっていうか、もうずっと何年って。ほんで、これを今、補聴器をしてるとですね、まあ自分の声がこう、外の声も聞こえますけど、自分の声がさらにこう、大きく聞こえるんですよ。嫌ですよ、自分の声を、そういうふうに、半端第三者的な、あれで聞くっていうのは。そうした時に、こっから本題です。鼻声なんですよ。鼻声。そいでですね、今年ね、龍角散を飲んだりですね、それから龍角散のど飴を飲んだり、それからナノバブルシャワーをですね、口の中へ 向けてですね、ーって高速洗浄、水でジャーってやるじゃないですか。あれみたいなやつですね、喉の奥までですね、あーってやったりしたんですけどもね、改善の余地がないんですよね。だから来年はですね、耳鼻科に行きます。今年から行こうかと思ったりしたんだけど、やっぱりね、自分でね、治したいなーっていうのがあったんですよ。難病って言われましたからね、難病だったら自分で治すしかないですからね。そいでですね、まあそんなこと ですよ。ほいで、あれです。今こう事務的なやつはですね、この動画のみのつもりですけども、いやいや、来年のあれですね、に向けての抱負なんかを語るのもいいかもしれんですね。いや、あれですよ。話のね、内容っていうほら、ネタがないですからね。だから、ネタがないっていうのをネタにするのもいいかもしれんですもんね。だから皆さんも、これからはですよ。私の声の変化。
もしかするとですよ、来年の、正月早々行く予定なんですけどもね、耳鼻科に。あれは期待はしてませんよ。期待はしてないんだけど、やっぱり、医療の力も借りようというぐらいのあれにあって。で、なぜそう思うかっていうと、あれです。自分の音痴とそれが少し絡んでるんじゃないかなと思う。のもあったりですね。にゃんにゃちごどうも、おまんさはもう生まれつきやしたぞって。いや、あなたは生まれつきでしたよ。そういう音痴はって言われるかもしれないけど、まあ、それはそれとしていいんです。ちょっと待ってくださいね。ちょっとこれね、普通私は追い越すことはないんですけど、今日はここだけはですね。はい。あ、これもちろんですよ。制限速度以内で追い越しましたからね。ですね。あ、今日は反省でいこう。反省でいこう。ただそのぐだぐだ反省じゃなくてですね、いろんなのをこう、いや、反省するってやっぱりいいですもんね。話変わりますけど、ここのほら、胃腸、いい感じですね。いやいや、今ね、パッと思ったのが、そこにほら、内村整形外科って看板があるでしょ、右の方。あそこの間を抜けていこうと思った、ちょうど、そのビルとビルの間の、向こうの方に見えるのが白山観光ホテル。ホテル、ん？白山ホテルか。いや、最近ですね、呼び方が、もう最近というか、もう何十年か前かもしれませんけど、変わったかもしれないけど、まあ要するに、向こうの方にスーッて抜けて、照国神社の、境内を抜けてこっちに来ようと思ったんだけど、今言ったみたいに、この、イチョウ並木がですね、向こうの、3号線、ここは3号線、目の前は3号線ですけど、3号線から10号線側にね、並んでるのを今確認しましたからね、そっちの方に行きます。あれですね、こう運転をしながら、皆さんが横に乗ってらっしゃる誰かがですね、いう、設定で、やります、これからって言ったけど、やってなかったけど、今日はそれで行こう。あ、落ち葉がね、今ね、こっち右側、あ、映ってないな。風でね、あ、今、あ って言うけど、もったいないな、この絵。右の方にね、行くとね、右側のね、列のね、あれがね、落ちてるんだけどな。いや、これでは映りきらない。四角になってる。ああ、あれですね。このビルの日陰になってるところは黄色くなってないっていうわけじゃないのかな。どうなんだろう。あ、そうかもしれんですね。ちょっと日光の関係とこの紅葉っていうか、関係あるのかもしれんですね。日光量っていうかですよ。私は普通風があんまり、風が吹くの、嫌いますけれども、こういう時は、降ってほしい。ありしてほしいなと思いますね。はい、ということですね。この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。